この辺はね、ほんと苔むしててね、綺麗なんですよ。ちょっとね、ジブリっぽい感じしませんか？ここの景色はインスタでもね、私載せました。小さくて、私の土踏まずまでしか入らないですね。ね、男の人これどうやってつま先で登る感じですよ。ベンチがなくても、もう気軽にこういうとこ座っちゃうんですよ。迷惑にならなければね。どうせ人が通らない山、私歩いてるんで、もう気軽にそこら辺座っちゃうんですけどね。今日はね、濡れてるでしょ。石もね、土も濡れてるからね、座れないんですよ。だからさっきね、ちょっと乾いてそうな石を見つけたので、そこに座りました。ちょこちょこね、休憩しながらの方が疲労がたまらないみたいなんでね、本当はそうした方がいいらしいんですけど。ああ、思い出した。そうだ、この階段が最後じゃないんだ。確かなんかね、最後の最後に結構ハードな登らないといけないんだ。ここで鳥居とかが出てくるかなと思ったんだけど、まだでした。なんだ、まだなのか。よいしょ。お腹が空いた。お腹が空くとね、余計
最後の階段か。山頂まで行くにね。そうだ、もうちょっとハードなところなんだ。ここは鳥居のある神社のとこですね。そうだそうだ、あの神社のところが山頂じゃないんですよ。山頂はね、またさらにちょっと登ったところなんですけど、前回行った時ね、山頂はね眺望が全くないんですね。で、なんか座ってお食事できるところが一箇所あるんですけど、そこをね誰かが座ってたりするともうほんと食べるとこないんですよ。一人ならねどこ座ったっていいんですけど、なんかね人がいるときにそういうワイルドなことするのがちょっと恥ずかしいんです。何に恥ずかしがってんでしょう。前回来た時はね、そこでお昼食べようと思ってたのに食べる場所がなくて、食べずにね歩きながら食べました。ほらこういうのもすごい苔をしてて、この間来た高松山のよりかはちょっと離れたとこですけど、まあでも丹沢周辺の山であることは同じですね。よいしょ。何話してたんだっけ。そうそうそう、だから山頂でねお食事はしない方がいいんです。いや、空いてたらすればいいんだけど、で今日なんて多分ねこんな時に登ってないから食べればいいんですけど、あのね本当眺望何もないんですよ。木に囲まれてるんです。山頂はここの方がまだね明るくてね、神様も一緒にいるので安心してお食事ができる、ね。はあ、失礼いたします。元気のある神社でしょ。ここなんて読むんだっけな、浅い間って書いて、なんだっけな、なんか浅間じゃないんですよ。あ、浅間神社って読むんだね。浅間神社、ほらなんかちょっとね古そうな室町時代でしょ。60m で山頂なんです。でその最後の 60m が結構ねあのワイルドです。ここで今日はお食事をしようと思います。この辺はねそんなにほら葉っぱも濡れてないからね。この辺にこの切り株とかに座ろうかな。前ここにテーブルみたいのあったんだけどな、そこに確か私なんかカメラ置いて写真撮った記憶が、壊れちゃったんだねきっとね。でこれが何が見えるか、熱い、あー何にもうっすらのねなんか見えるけどわかんないね。あっちが来た、あっち東で、こっちが南だそうですよ。で皆さんこういうところに、ね、きっとお参りにいらしてたんでしょうね。じゃあこの木
木に座ってお食事にしようかな。それではまた後ほど。それでは山頂の方へ10分で、10分もかかんないかな。60メートル。今日の昼食はおにぎり2個でした。自分で作ってきました。コンビニでね、買ってもいいんですけどね。自分で作ったものを持っていくっていうのでできる限りやっていきたいなと思います。本当にすぐですね。休憩をね、さっき15分ぐらいしたんですけど、その間に体が冷えてしまって上着も着たんですけど、もう今すごい寒いです。でも寒い、それはでもそうですね、多分今日やっぱり10度ぐらいしかないから、ね、そこそこ寒いですね。ちょっと着るものも考えないといけないなって思いました。今回夏に近い格好してるんで、今日登るとき暑くなるなと思って、実際に暑くなくて、ずっと登ってる間はね、本当に全然寒くない、もう汗いっぱいかいてたんですけど、止まるとね、一気にね、汗で濡れてる服が冷たく感じて余計寒く感じるんですよね。休憩はあまり長い時間取らずに常に動いてた方があったかいんです。ここからはね、またね、ちょっとね、いい感じのね、道が広がってるんですよ。いい感じってどういう道でしょう。いい感じ、私にとっていい感じは道がちゃんとあるけど、階段じゃなくて、こう山っぽい、山っぽい感じ、わからないかな。そう、階段でね、舗装されてると、なんかちょっと物足りない感じがするんですよね。ここはね、根っこみたいな、こう階段になってるって言えばいいの？
選択肢があると。前もね、私鍋割山っていうとこでね、あの道を間違えて迷ったことがあって、もうまさにこんなとこでしたね。あの枯葉がいっぱいあって、でね、明るくてこう道幅が広いんですよ。だからね、すごい安心して歩けるなーなんて思って、なんかね、とことか歩いてたら、途中でね、なんか断崖絶壁っていうのが、なんかすごいところに出てきちゃって、でもその時は本当にまだね、未熟の時だったから、間違えてることも全然疑わずに歩いてるんですよね。で、その経験がなんかね、初めの頃の段階であったから、こう山をこう舐めちゃいけないなみたいなね。その時に道迷った時にちょっとね、具合悪くなったんですよ、あんまりのなんかショックで。本当にシーンとしてる山だったから、誰も本当にいない山で一人でしょ。するとね、元来た道に帰ればいいっていうだけのことじゃないですか、もし迷ったらね。だけどなんかそれすらもなんかね、こうなんていうのかな、頭の中にないというか、パニックですね。そうそう、ちょっとしたパニックになってたんですよね。だけどそれで声出したりしたらもう自分は終わるなと思ったので、歌とかね、歌いながら気を紛らわして、こう元来た道を歩いて、正しい道を探して、無事に山頂着いたんですけどね。本当パニックって、そういう感じなんだなっていうのを体験したんでね。でしかも早い段階でそれを経験したんで、山はこう舐めてはいけないなみたいなね、ちょっと怖い目にあって学んだというか、だからね、妙に慎重なところはね、そういう経験があったからっていうのもね、あります。冷静な判断ができないんですよね。前にも私言ったと思うけど、恋愛恋の病みたいになってる時もそうだし、あとそういうなんか焦ってね、パニックを起こしてる時もそうだし、よく考えれば正しい道、解決する方法があるのに、それに気がつかずにね、こう無駄にね、悩んだりとか困ったりとか辛い思いしてっていうのがね、あるんですよね。だからやっぱり一人でいるとね、パニックにもなりやすいので、気をつけてね、道を間違えないようにしていきたいな。なんかすごいこの山ちょっと霧がかってますね。やっぱお天気の関係で、ほんとジブリの森みたいな。意外と下りはあまり体が温まらないですね。上りはすぐ暑くなるんですけど、下りは寒いままだ。あ、今霧の中にいますね。ふわーっとしてる。あー、すごい。そんなに高い山じゃないんですよ、ここ。ね、そんなに高くなくても、ね、こんな霧っぽいところを体験できるんですね。
GoPro の、ね、充電が結構やばいかな。まだね、ちょっと見どころがあるんですよ。面白いところがあって、ね、ちょっと先のところなんですよね。そこはどうしても動画に収めたいので、ちょっと電池の節約をするために切ろうかな。この後はね、もうこんな道が続くような気がする。ここも滑ったら怖いと思うんだけど、滑らない。靴が優秀だから滑らない。素晴らしいですね。でも右足がちょっときついのかな。あ、もうこんな汚れしてる。わ、今日はやっぱり土が濡れてるから汚れやすいです。これはでも土全然濡れてないですね。ね、ほら、全然サラサラした土だから。ここは雨が降らないな。こういうね、土も滑るんですよ。ズズズズっと。特に下りに。もうこういうところで何度も私、尻もちをついて、恥ずかしい思い。人がいなければいいんですけど、人がいるとね、ちょっと変、恥ずかしいです。よいしょ。じゃあちょっとね、一回止めようかな。電池の節約をしていかないと。ワイルドな山だという話を最初にしたと思うんですけど、そう、ハイキングコースって書いてある割にはね、こういうね、鎖に張ったところがいっぱいあるんですよ。で、今散々それでどこか歩いてきて怖い思いをして、でもこれがちょっとくるっと回る、これが最後の鎖場になるかな。充電がね、だいぶ今 47% まで回復してたんで、これで多分おそらく30分はいける。よいしょ、30分はいけるけど大事に使っていこうと思います。あれ、よいしょ、ね、今ね、こういう鎖がね、ずーっと続いてたんですよね。ちょっとね、落ちちゃったりするとやばい。あ、これ木がえぐれちゃってるんだね。でもね、今ずっと歩いてきて、登山道が木で塞がれて通れないっていうところがあって、あったんだけど、きっと以前あったんだけど、それをきちんとね、切ってありましたね。ただ歩いてると、砂がね、靴の中入るんですよ。で、今靴の中が、なんかそういう砂利みたいなね、砂でゴロゴロしてるんですね。なんかちょっとね、ゆっくり座れるところあればいいんだけど、全部濡れてるんで、なかなかね、そういう場所に行けられない。ね、泥除け用のね、
なんていうの、カバーみたいな私持ってるんですよ。買ったんですよ、教えていただいて。そういうのがあるよ。そんなね、高くの2000円ぐらいでね、買えるようなやつだったので、この間買って、ここにルックに入ってるんですけど、あ、ちょっと履いた方がいいんだけどな。今この辺に来たらまた土が濡れてるんですよね。場所によって濡れてないところと濡れてるところが、でもね、グリーンがこう濡れてね、キラキラしてなんかぐるっとしてると綺麗です。続きの二条山、日向山。